よろしくお願いいたします。まず行政事業レビューの結果の令和5年度予算の概算要求への反映等についてのご報告をいたします。去る7月29日の臨時閣議におきまして、令和5年度予算の概算要求にあたっての基本的な方針についてが閣議了解されました。私からは現在各府省庁で取り組んでいる行政事業レビューの取り組みによる事業の点検結果について、各府省庁の概算要求に的確に反映するよう各閣僚に要請をしたところでございます。また経済財政運営と改革の基本方針において EBPM の手法の実践に向け、行政事業レビューシートを予算編成プロセスでのプラットフォームとして活用等を進める旨記載をされています。鈴木財務大臣には先般私が直接お伺いして、予算編成プロセスでの行政事業レビューシートの活用について前向きなご回答をいただいていたところです。臨時閣議の場で予算編成プロセスでの財政当局への説明などに際し、行政事業レビューシートを積極的に活用していただくよう各閣僚に改めて要請をいたしました。今後とも各府省庁においては行政事業レビューを活用し、事業のより効果的かつ効率的な実施に向けた改善見直しを行っていただきたいと考えております。私からは以上です。はい、それではご質問ある方、挙手またはチャットでお願いいたします。はい、朝日の阿部さん、チャットに書かれておりますけれども、読み上げましょうか。はい、じゃあこちらで読み上げます。閣僚を含む国会議員が過去に旧統一教会や友好団体主催のイベントに出席したり、選挙で支援を受けたりしていたことが明らかになっています。7月31日に岸田首相が、社会的に問題になっている団体との関係については、政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明をしていくことが大事と述べましたが、牧島大臣は旧統一教会とこうした関係があったかどうか教えてください。はい、ご質問にお答えいたします。ご指摘の点についてはございません。はい、ありがとうございました。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、それでは今朝の会見は終了いたします。ありがとうございました。